前回のバックルームズのあらすじを、霊夢が57577で説明してくれるそうです。ちょっと待って、そんなの聞いてないんだけど。ちょっと、私の同意なしに着々と準備を進めないでくれない？背景と BGM を揃えられたらもういよいよじゃん。こっちみんな、何じろじろこっち見とんねん。これじゃせっかく私がいい感じに短歌読んでてもなんだこのマリサ。ってなるやん。早くあらすじを短歌で聞きたいなぁ。少々こいつぶん殴りてー。はぁ？整いました。意外と思いつくの早いな。それじゃ行くよ。化け物に、殺され殺され、ボコされて、兄弟ぶち切れ。頑張れ頑張れ、できるできる、絶対できる、頑張れ、待ってやれるって。化け物はウプ主たちのおかげで人間の姿に戻りました。どうしてそこでやめるんだ、そこで。ということで皆さんこんにちは。先ほど見事な57577で前回のあらすじを説明した霊夢と、果たしてあの短歌であらすじを理解できた人がいるのか、不安でならないウプ主とマリサと弟です。私以外全員不安なのかよ。前回は化け物になっちゃった研究施設の職員を特殊な液体で元の姿に戻したところで終わったんだよね。そんで戻した職員がこちらになります。ものすごいぐったりしてる。何気バックルームズに来てから初の生存者との対面だな。せっかくなら何かお話ししたい。なんか有益な情報を得られたらいいな。あの、大丈夫ですか？うん、いまいちだな。体は動かないし、ここ最近の記憶もない。そりゃ大変だけど、もうこの施設は化け物もいなくなって安全なので、ゆっくり休んでくださいね。なるほど、それはよかった。ところで、君たちは一体誰なんだい？我々はあなたを人間に戻したもの。お前は突っ込んでろ。あの顔のついた白い塊は一体？あれのことは忘れてください。そうか。そういえば、もし知っていたらこのレベルから脱出する方法を教えていただけませんか？ああ、このレベルを抜け出したいなら、この施設の外にある大きなゲートを通るんだ。なるほど、ありがとうございます。それじゃ俺たちもう行くんで。え、待って、急に塩対応になるじゃん。さっきまでめっちゃ優しく話してくれてたのに。ここからは延長料金が発生します。そんなカラオケみたいなシステムだったの？楽しい会話だったね。本当にそうだったか？それじゃ出口のゲートを目指そう。にしてもレベル6は思い出盛りだくさんだったね。思い返せば先々週からずっとここにいたもんな。弟が初めてマジ切れしたり、チェーンソーで化け物に立ち向かったり。お前負けてたけどな。弟が急にバール持って踊り出した時はびっくりしたよ。そんな思い出深い場所とももうおさらばか。俺たちの冒険はこれからなんや。なんでさっきから打ち切り漫画の最終回みたいなノリなの？一回やってみたかったんよ。あと7分くらい動画続くからみんな心配しないでね。打ち切りにもしないからみんなチャンネル登録して次の動画も見てくれよな。みんなよろしくね。次のレベルに行く前に10秒だけ支援絵紹介のコーナー。今回は3枚の支援絵をいただきました。みんな支援絵ありがとう。これからもよろしくだぜ。目の前に道、そんで横にはめっちゃ植物が生い茂ってる。ここはおそらくレベル10だな。ほうほう。道路は霧が濃くて先が見えないな。それでも遠くで何かが光ってるのが見えるね。あれなんなんだろ。あとさ、こんなところに車なんて絶対来るわけないのに、どうしてバッチリ広い道路敷かれてるんだろ。それは多分ね、別に理由なんてないんじゃないか。私が走るために敷かれてるんだよ。無理やり理由つけんな。なんかモルカーの介護官みたいな生物がいる。絶望的に可愛くない。にしても本当に広い畑だな。どこまで続いてるんだろ。どうやら畑は無限に広がってるらしいぜ。じゃあ食料には困らないね。けどそんな広大な畑、一体誰が管理してるんだろう。畑が無限に広がってるってことは農家さんも無限にいるってことでしょ。農家さんが無限って何？じゃあ一体誰が畑を整備してるのさ。確かに誰かしらはいそう。いたわ。え、何がいるの？兄さんの後ろ。あ、本当だ。多分逃げないと死ぬやつだこれ。そう思った弟は道路を全力で走った。一方その頃ウプ主は、確かに誰かしらはいそう。いたわ。え、何がいるの？兄さんの後ろ。あ、本当だ。畑の中に消えていったな。なんでいなくなっちゃったんだろ。仲間になりたいけどうまく話しかけられない。まあ話しかけるのは明日でもいいか。以上、あいつの気持ちを代弁してみた。まるでクラスにうまくなじめない学生みたいだ。いや、あいつの挙動はどっちかっていうと不審者。普通に考えてそうだろ。さっきからずっと走ってて足パンパンだわ。まだこのレベルに来て1分だぞ。もうちょい頑張れ。いや、もうきついわ。きつすぎて足パンパンマンになっちまう。何そのアンパンマンのパチモンみたいなやつ。乳酸100倍足パンパンマン。え、ちょっと何ですか？うわ、やばい、足疲れてて全然抵抗できねえ。足パンパンマン戦闘力低すぎだろ。あと足のカタカナ絶対いらないだろ。この道どこまで続いてんだろ。もうそろそろ足がきついんだけど。終わりが見えないのって結構きついよね。定期試験の勉強くらい終わりが見えない。どれだけ解いても再現なく湧いてくる演習問題の数々。どっかから断末魔が聞こえてきたな。学生にとっては恐怖の呪文だからね、それ。そういえば兄さんの足音が聞こえないな。どうしたんだろ。
兄さんどこ行ったの？足パンパンマンは何の抵抗もできずにドナドナされてったぜ。足パンパンマン？さっき私たちを追っかけてきた男いたじゃん。いたけど、なんなら今もいるけど。あいつには気をつけてね。つまりあいつが兄さんをドナドナしてったのか。あいつうぷ主食べるのかな。絶対美味しくない。そしてようやくゴールっぽいところに着いた。あの男の家かな。この何の変哲もないレベルもそろそろ終わるのかな。ここは家畜用の小屋だね。あいつ畜産もやってるのか。誘拐したうぷ主をここで増やして売るのかな。絶対売れないだろ。実際に商品になろうとしてボツになってたからね。まさか本当にうぷ主が量産されかけてたなんて。そんで次はどこを目指せばいいんだろう。ここからが地獄の始まりだった。小屋の出口を出て周囲を探索したけど、ここしか通れそうな場所がない。いやけどこの小麦畑無限に広がってるんでしょ？入ったところでどうしようもなくない？それにあいつも畑の中に潜んでるからな。けどここに来た時遠くに見えてた光が、今はかなり近くにあるんだよね。なるほど、確かにあれは道しるべっぽいよな。光の元には一体何があるんだろう。なんか見えてきたぞ、あれは。東京タワーみたいなやつだ。普通の鉄塔ですね。東京タワーは電波塔だから鉄塔とはちょっと違うよ。お、なんかのスイッチ発見。なるほど。つまりこれは電波を飛ばさない東京タワーなのか。お前が何と言おうと東京タワーではねえんだよ。鉄塔の下のスイッチを入れたら、また別の場所に赤い光が出現した。タタ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 。やばい、本物のチェーンソーマンが出てきた。確かにこれはチェーンソーマンだ。チェーンソーマンはね、服なんて着ないし、言葉を喋らないし、やること全部がめちゃくちゃでなきゃいけないの。あいつ服着てたから3分の2だけチェーンソーマンだ。というかやること全部めちゃくちゃなのはお前だろ。急いで茂みに逃げ込んだけど逃げ切れたかな。こんだけ視界が悪ければあいつも追ってこれないだろ。逆に僕が迷子になりそう。案の定迷子になった。しかもあいつがバッチリついてきてるな。3分の2チェーンソーマンめっちゃしつこい。チェーンソーマン 66%。 何そのアキラ 100% みたいな呼び方。全然しっくりこない。やっぱ3分の2チェーンソーマンって呼ぼう。なんだろう、50歩100歩どころか50歩50歩。同じって言いたいのかよ。まさにその通りだよ。やっと次の鉄塔の近くまで来れた。お疲れ。チェーンソーマンも近くにいないから安心して鉄塔に近づける。この鉄塔のスイッチって一体何のスイッチなんだろうな。全然わからないね。そもそも電線が一本も通ってないのに鉄塔が光ってるのもおかしいし、やっぱバックルームズはわからないことだらけだな。ここからが地獄の始まりだった。なんかさっきもそんなこと言ってなかった。確かに小麦畑をさまよい続けるのはきつかったけど、いやここからが本当の地獄だから。それはそれで嫌だな。ではまず地獄その1。地獄複数個あるんか。それはそうと3つ目の鉄塔に到着したよ。結構順調じゃん。それじゃスイッチオン。次はあっちに鉄塔があるっぽいぜ。まだ鉄塔あるんか。4つ目の鉄塔もなんとか発見。スイッチオン。これあと何回スイッチつければいいんだ。地獄その1、終わりの見えない鉄塔巡り。確かにこれは地獄。そんじゃ地獄その2。現在5つ目の鉄塔を捜索中。相変わらず道なき道を歩いてるな。迷子になるし、いつ化け物来るかわからないし、かなりきつい。けど道なき道を行くってなんかかっこよくない？そうか？よくわからないです。誰も通ったことのない場所を切り開いて我が道を突き進む。なるほど。わからなくはないけど、いつか私も自力で未開の地を切り開きたいな。そう言って霊夢は未開の地を求め木星へ向かった。私を宇宙に放り投げるな。今はもともとある道の上を歩きたい。あともう疲れて走れないや。確かにずっと動いてたもんな。どっかで休憩したいね。え、ちょっと待って、今襲ってくるの？しかもどっから襲ってくるかわからない。地獄その2、どこからともなくやってくるハゲ。普通に理不尽だよな。しかも視界が悪いから化け物がどこから来るのか全くわからないのだ。けど視界が悪いならあのハゲも私たちのこと把握できないんじゃないの？残念ながらあのハゲには特殊なセンサーがついてるので、こっちの位置を確実に把握して追っかけてきます。もはや無限ミサイルだな。地獄その3、普通に迷路が複雑。視界が悪くてスクリーンセーバーみたいにしか移動できないのに。ステージも複雑だからもう鬼にかなぼう。弟にバールである。異常の理由でうつ主たちはそれはもういっぱい中だ。こいつ俺たちが死ぬことに全く関心がないぞ。もっと我々の死を悲しめ。地獄その4、編集地獄。こんな絵面が変わらない場所を延々と編集してると普通に気が狂いそうになるので、皆さんぜひやってみてください。犠牲者を増やそうとするな。そんなこんなで1時間半を。やっと5つ目の鉄塔を見つけた。お疲れ。うぷ主はどこに行ったんだ？どっか行っちゃった。連れてかれたのか。まあね。あ、連れてかれたんだったらきっとあの小屋にいるんじゃ。そうかもしれねえけど、なんで増えてるんだよ。奥に今までとは違う雰囲気の建物が見える。なんか映画館っぽい。駐車場も結構広いし、かなり大きな施設なのかな。どうする？いざ入ってみたらラブホだったら、アーケードってバッチリ書いてあるからゲームセンターで間違いないだろ。ゲームセンター？どうしたのさ、そんなにバカでかい字幕出して。 BGM くんも引っ込んじゃったよ。ごめんごめん。まあ早く中に入ろうぜ。なんかマリサの情緒がおかしくなってる。やっぱここで間違いないな。間違いないって何が？ここはレベル3999っていう場所なんだが。
場所なんだが、このレベルから現実世界に変えることが可能なんだ。え？